こんにちは、キュープラスです。糸満市ではハーリーで沖縄一のチームを決める沖縄ハリューセンフェスティバルが開かれ、熱気に包まれました。意地とプライドがぶつかるレースを追いました。昨日、糸満市の漁港に集った屈強な人々。彼らの目的は沖縄の伝統行事ハーリーの県内ナンバーワンを決める大会でした。感謝の気持ちを競技競技に乗せ、全身全霊で戦うことをここに誓います。今年で10回目の記念大会を迎える沖縄ハリューセンフェスティバル、県内外からおよそ100チームが出場しました。県内各地に伝わるハーリーは船の形も波をかき分けるボールの形も様々ですが、大会では伝統ある糸満のハーリー戦とオール回で統一し勝負を競いました。全力を出し切るところがいいですか。目立ったのは外国人のチーム。今やハーリーは世界を魅了するスポーツでもあるのです。糸満ハーレーが旧暦の5月4日に、もう決まっていて、だから旧暦文化なのでやっぱり日曜日に当たる確率がなかなか少ないというので、まあ、それで結局糸満にこの日曜日にやれば強いチームがいろいろ集まってきて、もう本当に真の沖縄一を決めようと、将来的には世界大会とかというのができればいいなとは思っています。レースは4つのカテゴリーで行われ、中でも注目は沖縄一の称号をかけて競う沖縄ナンバーワン決定戦。近づく本番を前に静かな闘志を燃やしていたのが、優勝候補に名前が挙がるうるま市の浜優。チームのメンバーは全員が同じ職業だったのです。この番組は優勝候補に名前が挙がる浜比嘉島のチーム浜優。メンバーの職業とは、普段はもずく漁を行う漁師たち。チームワークはどこにも負けません。沖縄の実力見せるぐらい負けず嫌いって感じですね。ハーリーが好きっていうよりかはなんか大会に出たら勝ちたいみたいな、やっぱもうみんな2番とかなっても怒られるんで。浜比嘉島の海地としてのプライドを胸にレースに挑みます。一方、県外からハーリーナンバーワンの勝負を狙うチームもいました。それが関西からやってきた磯風総遊会。兵庫県相生市の病院に勤務する看護師や看護学校に通う学生で構成され、普段はハーリーの専用練習場で腕を磨く強豪です。職業は川越市なので、やっぱり、その瞬間を生きている人たちのサポートをしてきた人間として、やっぱり今このチームで自分ができることを精一杯やるというのはやってると思います。まずはやっぱり一着でゴールしたいですけど、ちょっとどれぐらいのタイムとか速度が出るのかっていうの自分たちで全く読めないんですけど、まあなんとか総合1番で帰ってこれたら嬉しいなと思ってます。メンバーが気にしていたのはいつもとは違う回。全員で持ち方を確認します。それぞれの意地とプライドをかけたレースがついに幕を開けます。沖縄ナンバーワン決定戦には11チームが参加。浜比嘉島の浜優と兵庫県の磯風総遊会は順調に勝ち上がり準決勝へ進出。浜優が糸満の強豪二遊会と対戦します。終始息の合ったレースを展開しましたが、惜しくも2位、準決勝で姿を消します。一方、磯風総遊会は
驚異的な追い上げを見せ決勝に進出します。そして迎えた決勝、兵庫代表が勝つのか、地元糸満が勝つのか。初優勝を果たしました。地域の食を大事にしている感じが、そういう人の文化っていうのがすごい伝わってきて、今度はもっと歴史を掘り下げて参加する機会があれば挑みたいと思います。まさか地元が敗れるとは驚きでした。はい、沖縄では、ハーリーでおなじみですが、場所によってはドラゴンボートと読め打って、選手権が開かれるなど、今や世界で親しまれているんです。来年は県勢に期待しましょう。